吹雪テトラ。どうもこんにちは、吹雪です。2022年に入って新しい外部式ルーターが発売されたので開封したいと思います。国内メーカーの商品です。僕が買った外部式ルーターはこちら、コトビックから発売されておりますパワーボックスコア100。まずは使用とスペックを語らせてください。幅 19.5cm、 奥行き 22.5cm、 高さ 35.8cm です。対象淡水海水量用、適用水槽60×75cm、 60×100L、 流量 610L 毎時 50Hz、 690L 毎時 60Hz、 水槽設置時410L 毎時 50Hz、 500L 毎時 60Hz、 最大容量 80cm 50Hz、 100cm 60Hz、 消費電力 9W 50Hz、 8W 60Hz、 ろ過装 3.5L、 ロザイコンテナ2個、ホース系送水内径 12mm、 給水内径 16mm、 原産国中国で価格は9700円でした。特徴としては外部式ルーターに必要な機能を詰め込んだ機能が充実している新しいスタイルの円状形ボディです。淡水海水どちらにも使用可能で、 CO2 が逃げにくいため水草飼育にも最適です。またろ過効率を上げるインナーバスケットを採用し、動作音が少ない静音設計です。そしてシンプルな構造、セラミックシャフト採用により耐用年数が高いです。使用としては本製品の底面から水槽水面までの高低差が最低40×100cm の範囲内になるように設置してください。始動時は給水をスムーズに行うため、本製品を水槽より低い位置に設置してください。最後に注意点としては、本製品は屋内観賞飼育水槽専用に開発されております。観賞飼育以外の目的で使用しないでください。また本製品同士の連結は他社外部式フィルターとの連結使用はできませんとのこと。それでは箱の外観から見ていきたいと思います。コトブキ屋内専用淡水海水共用観賞用外部式フィルターパワーボックスコア100、適用水容量 60×100L、 適用水槽サイズ 60×75cm、 塗出量 50Hz 610L 毎時、 60Hz 690L 毎時、水槽設置時 50Hz 410L 毎時、 60Hz 500L 毎時。側面でございます。こちら同じことが書いてます。モガタオの側面でございます。こちらはセット内容が写真で載ってます。右側には名前が書いてます。送水パイプと給水パイプの寸法が書いてます。給水は最小 280mm、 最大は 410mm です。安全にお使いいただくためにってことで、本製品は屋内観賞飼育専用ですとか、直射日光の当たるところに置かないでくださいといういつも通りの記載の他に、本製品同士の連結は他社外部式ルーターとの連結使用はできません。さらに水槽の水面からモーターヘッドの底面、ここまでの距離が最低 40cm、 最大 100cm、 この値になるように設置します。始動時は給水をスムーズに行うために、本製品を水槽より低い位置に設置してください。高低差がないと給水がスムーズにできなくなり、高低差がありすぎると送水がスムーズにできなくなります。裏面でございます。セラミックシャフト採用により長寿命を実現、ジョイント式のインナーバスケット、シンプルメンテナンス。セラミックシャフト採用により海水 OK、 セーフティーロック付きで安全安心、ノイズや振動が少ない静音設計、大容量フィルターでろ過効率アップ、2種類の高性能マットが標準装備、パワーボックスコアのろ過システムってことで、汚れた水が上から入って粗めスポンジと白いマットを経由して綺麗な水が上から出ます。パワーボックスコアは高性能ろ過マットでゴミなどを取り除き、すっきり透明な水を作り出します。コアウルマットを100-150用、飼育数の細かいゴミや残留魚の糞を取り除き、ろ過バクテリアの働きによって安定した水質を維持します。交換の目安は1ヶ月に1回、物理ろ過はコアスポンジマットを100-150用、飼育数の大きなゴミや残留魚の糞を取り除き、ろ過バクテリアの働きによって安定した水質を維持します。交換の目安は1ヶ月に1回。パワーボックスコアのジョイント式インナーバスケット構造は、メンテナンス時に一度に取り出すことができ、メンテナンスが簡単に行えます。インナーバスケットの容量1個は約 0.8L、 ろ過装ボックスの容量は約 3.5L。 パワーボックスコアが数々の便利な機能でアクアライフをサポートします。セーフティーロックで完全密閉、360度フル回転バルブタップ、メンテナンスがスムーズ、開閉レバー、飼育環境を考えたホース系、送水は内径 12mm、 給水は内径 16mm、 インナーバスケットが一度に取り出せるジョイント式インナーバスケット採用、こちらはコトビックでております。それでは開けていきたいと思います。医療パワーボックスコア100オープン。おー、いろいろ入ってるね。まずは取扱説明書でございます。パワーボックスコア100-150。本製品は外部式ルーターの性質上、水中に含まれるエアなどが蓄積して、気泡が定期的に突出します。エアを吐き出す音が気になる場合は、本体を少し傾けてエアを抜いてください。通常蓄積される程度のエアは特に問題ありません。シャワーパイプを水面よりも上に取り付ける場合は、溶存酸素量が増えます。エアを吐き出す音が気になる場合は、シャワーパイプを水中に取り付けてください。安全にお使いいただくためにということで、警告と注意書きが書いてます。本製品は屋内で使用する観賞用です。引火性のもの、シンナー、ガソリン、
ベンジン、可燃性スプレーなどの近くでは使用しないでください。大型魚など飼育される場合は、毎日取り付け状態が正常か確認してください。繁殖飼育に適さないお落した異常水質の水は、繁殖用品以外の薬品が入った水槽では使用しないでください。いつもの記載ですけれども、爆発石を含むもの、セラミック系の砂利、あと人工海水と海水は、インペラーを摩耗させて寿命が短くなるようと書いてます。40度以上のお湯では使用しないでください。空運転させないでください。インペラーを傷つけたり、モーターの故障などの原因になります。本製品同士の連結や他メーカーの連結パーツを使用するなって言ってるんだけど、私はします。なぜならば、ことぶきのこの揮発水パイプは使いにくいからです。他メーカーのものを使うなって言ってるんだけど、他メーカーのものを使わないとね、本当にもうあそこがごつくてガラス蓋上に乗んないんですよ。だから申し訳ないですけれども、他メーカーのものを使います。今回は純正パーツ使うけどね。ご使用される前にってことで、水槽水面と本製品の上面から最低40センチ、最大100センチの範囲内に設置します。ストレーナー付近にはエアストーンなどエアが出る器具を設置しないでください。フィルター内にエアが溜まってしまって故障します。オーリングやキスゴムに白い粉がつくけど、これは生態や水質に影響ありません。これは固形したカルシウムです。ホースの接続についてってことで、給水側、送水側ともにホースがたるんだり折れ曲がったりしないよう、必ず適度な長さに切ってご使用ください。そうしないとこうなりますよという絵が載ってます。設置時の高低差イメージってことで、水槽よりも低い位置に置いてます。まず恒例ですけど、ダメなパターン、ホースを切らずにそのまま使う。あとはこう、本体を横にする。そして極端に水位が低い。そしてストレーナーよりも水位が低い。水槽の横に設置はダメ。連結もダメ。各部の名称ってことで、コア100。そしてコア150の名称が載ってます。設置指導方法ってことで、まずセーフティーロックを外します。そしてモーターヘッドを外します。ろ過剤バスケットを取ります。ろ材を取り出して軽く洗います。粗めなんで水道水で洗ってもいいです。そしてまたろ材をセットして、インナーカバーを取り付けて、これろ材バスケットの蓋です。で、こうね。向きを合わせてガチャってくっつけると。その後このバブルタップを両方くっつけます。そして給水パイプ、送水パイプを取り付ける。ホースを適当な長さに切って、このバブルパップにホースをつける。そして開閉レバーを開く。スターターで読み水を行えば準備完了です。作動が停止した時はってことで、本製品には火災防止のための安全回路が内蔵されています。モーター部の温度が異常に上がった場合は、火災防止のため安全回路が働き、通電をストップします。その後モーター部の温度が下がると再び通電します。お手入れ方法は給水側の開閉レバーを閉じます。フィルターが作動している状態でインのバブルタップのレバーを閉じます。電源が動いている状態でね、まずは閉めると。そうしないと本当にねちょっと出ます。そして今度は送水側の開閉レバーを閉じる。その後ねこの両方閉じたのを確認してからこう電源切ります。そしてこのバブルタップを外すと、そうするとこのイラストのように水が一滴も出ません。でここの上のロックを外して蓋を取ると。でインナーカバーを取る。土材を洗うと。その後インペラーを外して洗います。ホースは専用のブラシを使うといいよというイラストが載ってます。こちらのバブルベースの中もこうブラシで洗います。後ほど見ますけど、新しいこの差し水ができるところがあります。ここに差し水をして、その後開閉レバーを開きます。で、電源を入れれば始動します。こんな時はってことで、作動しない水が出ない時にどのように対処すればいいのか載ってます。なので最初は説明書を読んで対処するといいかもしれません。こちらに交換部品の品番と名前が全部載ってます。これは非常にありがたいね。最後のページには保証書がついてます。続いて、本体。おーかっこいいね。上のセーフティーロックは日装の外部。そしてスターターを付属するのはテトラの外部。丸いエーハイムのようなボディです。なので各メーカーのいいとこ取りをした外部式ユーターではないかと思います。本体は透けていないです。正面のここは穴が開いていて、指で引っ掛けて持ち上げることができます。正面側はことぶきとパワーボックスコアという文字が書いてます。側面側は電源コードが伸びてます。もう片方の側面はここに持ち手があります。底部はこんな感じです。底部は3箇所に足ゴムがついてます。このデコボコしたのがあって、これは弾力性のあるゴムです。しっかり振動を吸収してくれそうです。今こう見たら若干透けてんのか。少し透けてるのでオシャレです。だけども光は通しにくいと思います。正面はこんな感じです。インとアウトという表記があって、差し水キャップがあります。これが今回の新しいやつ。オープンクローズ書いてます。これは左に回すと、外れんのかな。あ、こう回転させて飛んだ。そしてこう取ると。で、このキャップにもオーリングついてます。で、こっから水を入れる。そして水を抜くときは、本体を傾けてこうすれば水が抜けるようです。再始動させるとき本体の中の水を抜かないといけないんで、これをこうひっくり返して水を抜くようです。インとアウトのこれは、360度、動くようですけど、あ、動く動く。硬さも、あ、いいわ。滑らかです。イン側はどうかな。あ、イン側もすごく滑らかです。これはいいですね。融通が効く。わざとじゃないけど、もう指2本でいけます。段ボール持った時にあれ異様に軽いなと思ったんですけど、
本体はめちゃくちゃ軽いです。世間は軽いものを求めてるんで、このニーズに合ってますね。高度調の表記がなかったので測ってみます。高度調は170センチです。とても長いので使いやすいと思います。内部を見たいと思います。まず差し水キャップをこう回します。あ、これいいわ。こうしっかりこうガチャってこう止まります。で、3箇所セーフティーロックあります。セーフティーロックの下部、ここに指を引っ掛けて上に引き上げます。なるほど、こんな感じね。今私はこう動画で分かりやすくするためにこう本体を斜めにしてやってるんですけど、本来はこう床に置いてねやります。こうね、下に指引っ掛けてこう取ると、そこまで硬くないです。新品で硬いのがあったりするんだけど、あ、そんな硬くないですわ。で、こう開くと、で、このまま引き上げる。あ、簡単に取れるわ。こちらがモーターヘッドです。とても分厚いです。で、モーターヘッドも軽いんですよ。これ珍しいな。いつもね、これがめちゃくちゃ重いってことあるんですけど、テトラとかめちゃくちゃ重たかったんだけど、これ軽いです。すごいな。ひっくり返すとこんな感じになってます。ここにインペラが入ってます。回します。そして取る。で、これがインペラ。あ、こう手で取れるね。こちらがインペラ。外掛け式並みに小さいです。羽は6枚で色は白。ここの耐久力は高いです。これが非常に重要なんですよ。これが安っぽいプラスチックだとね、すぐダメ、流量低下とかね、魔法をしてこう音うるさくなったりするんですけど、これセラミックシャフトにできてるんで、うん、いいですね。ここですね。この棒とかね、しなるいい棒です。融通が効きます。これも使っていくうちに汚れていくと思うので、こうした100均のブラシで洗ってあげると、流量低下を免れると思います。洗い終わったらこれを上から入れます。そしてカバーを上から取り付けます。右に回します。こちらが内部です。まずインナーカバーを外します。ことぶきのいいところは、前作もそうだったんだけど、インナーカバーがこうガチャってくっつくんですよね。ただ上に乗せてるんじゃなくてガチャってくっつくんですよ。これがいいんですよ。穴は全体的に開いてるので通水性高いです。穴の大きさは2ミリです。なんとですね、このロザイバスケットくっついてます。これすごいっすよ。エーハイムエココンフォートだけだったんですよ。今までこう、ロザイバスケットがガチャってくっついてんの。だけど、このエーハイムエココンフォートの技術も入れたということでございます。で、これがこう取れる。あ、こうなってんだ。ここのジョイント部のロックが。うわぁ、今のは見なかったことにしましょう。こちらに取っ手があります。で、ウールマット。ロザイバスケットはこんな感じで全面的に穴が開いてます。こちらがウールマットです。厚みがそこそこあって、柔らかさは普通です。ジェクスの上部式のロザイマットの方が強度が高いです。ロザイバスケットがちょっと小さいね。60用として考えたら。これがアラメマット。あ、これはいいですわ。弾力がある。数ヶ月は持つと思います。こちらがろ過装です。色が少し黒みがあってます。手を入れると若干手が出るぐらいろ過装が小さいです。60用として考えるとちょっと物足りないです。今気づいたんで欠点を言うと痛いです。ロザイバスケットのここの出っ張り。ここね、こことここ。これすごく痛いんですよ、ここ指でぶつかったら。洗ってる時にこう指ね、傷つける可能性あります。ここほんとガチで痛いです。ここ丸めて欲しかったね。続いて付属品、ホース、シャワーパイプ、ストレーナー、キツゴム、給排水パイプ、バルプ、ストレーナーなど、今回もフル装備です。もう全部前の機種と同じです。ホースは 1.5 メートルで、内径16ミリと12ミリが入ってます。で、ことぶきのホースのいいところは、まずこう、ちょっと色が黒みがかってる。だから水が入ることで、透明見えます。しかもね、これ内径16ですよ。こんな柔らかいんですよ。だから非常に着脱がしやすいです。そして柔らかすぎないから水が漏れることがないです。テトラみたいにこう、テトラって書いてないからね。これも上品だよね。内径12はもっと柔らかいです。もうこれも非常に付けやすくていいです。新品あるあるですけど、柔らかいからここにちょっとこう形ついちゃってます。これが残念です。こちらが送水と給水パイプです。細い方が送水パイプです。ここに回るやつがついてます。ちょっとごっついんですよ。だからこれを改良して欲しかったんですけれども、今回もこれがついてます。で、給水も同様にね、ここがちょっとね、丸かったらよかったんですけど。で、これは伸縮します。こうね。で、ここにね、デコボコしたのがついてるんですよ。しっかりガチャガチャガチャって止まるんで、非常に調節がしやすいです。こちらがストレーナーです。内径16ミリなんで、結構でかいです。下は穴開いてないです。こちらがシャワーパイプです。二つに分かれています。穴の大きさは普通です。ちょっと大きいかな。もう片方にはエルボがついてます。これ取ることができます。柔らかいので、これ簡単に穴の向きを変えることができます。こちらがバルブタップです。エーハイムのダブルタップみたいなやつです。これ矢印がついてるんで、開閉の向きが分かりやすいです。で、開閉するここもね、まあ、細かい点なんですけど、ここギザギザついてるんで、指が引っかかって、開閉しやすいです。ここもね、回しやすいし、この太いやつも同様に、とても融通が効きます。こちらキスゴムです。送水用と給水用のキスゴムがあります。黒い棒の太さが若干違います。で、キスゴムはふにゃふにゃしていて、
耐久力は悪いです。まあこれ前回も言ったんですけど、ここがねダメなんですよ、コトブキは。でもまあ A5 の吸発水パイプに変えればいいんでねこれはもう無視しても大丈夫です。そして新しくスターターが付属してます。あ、これ非常に押しやすいです。矢印の向きがあるんで、こっから空気は出ます。でこっちは空気を吸います。だこれがあることによって口で吸わなくて済むので、飼育水を飲むリスクが減ります。並べてみました。左側がコトビキパワーボックスコア100、右側が SV450X でございます。こうしてみると右側の SV450X の方が少し高さが高いです。そして丸い形状と四角い形状、共に型番は正面に書いてます。コトビキの特徴の赤い帯は今回は上の方についてます。あとは透けてない、透けてるという。さらに昔のやつは両側面側にこう取っ手がついてます。一方で新しいやつはこの正面側にも取っ手がついたので、より本体を持ちやすくなりました。上には共に360度動くやつで、昔のやつはここに呼び水ボタンがあったんですけど、今のやつはこう差し水キャップになってます。大きな違いはこのフィルターケースがまずもの透けてるか透けてないかっていうね、もう一目瞭然。あとセーフティーロックが変わりました。これ4箇所ついてて20ロックに対してコアは1重ロックです。でもこれ毎回こうバチンバチンって言うんですよ。毎回プラスチックが割れたんじゃないかっていう恐怖のもとで着脱してたんだけど、これはねバチンからパチンに変わったんですよ。だから若干ね硬いんだけれども、開けやすくなって締めやすくなりました。あとモーターヘッドの重さが全然違います。コアめちゃくちゃ軽いです。こっちはめちゃくちゃ重たいです。これのせいで本体が重く感じます。だからもう重さが全然違うっていうのがまず進化した点。ろ過装は変わんないです。同じぐらいです。若干前の方が入りますね。このろ材バスケットが、これは1個ずつだったんですけど、こっちはね2つくっついてるという、そういう違いです。この内部はもう同じです。こっちの方が若干高さあるんだけどね、全機種の方が高さありますけども、この足ゴムの形状がこうなんかボコボコしたやつとこの丸いやつっていう、これはね非常に硬いんだけれども、コアの方は弾力のあるゴムに変わってます。だからより本体の振動が床に伝わりにくいんじゃないかと思います。恒例ですが、オワーゼバイオマスター250度比べるとこんな感じ。同じ60用外部とは思えないよね。コアはとても小さいです。オワーゼはめちゃくちゃ重たいんですけども、こっちは軽いので持ち運びはコトブキの方がしやすいと思います。小型外部と60センチを比べてるぐらい大きさは全然違います。それでは組み立てていきたいと思います。まずロザイを入れます。この粗めマットをまず入れます。もう一つの段にはこの白いウールマットを入れます。今回はロザイバスケット、こう上の段と下の段決まってます。上の段はこんな丸いやつがあって、下の段はこの丸い筒が小さいです。次にロザイバスケットを固定して本体に入れます。まずこれを重ねます。ここのジョイントで締めます。もう片方も締めます。こちらのロザイの蓋をします。これも上からねやるだけでいいです。そしてこちらの本体に入れます。こう向き間違えないように。次にモーターヘッドを取り付けます。これも向きを間違えないようにして上から取り付けます。そしてこの3つのセーフティーロック、こう忘れずに。次にバブルタップを取り付けます。こうでかいのと小さいのがあるんですけど、でかいのを給水、小さい方を送水につけます。取り付けたらネジを回して固定します。この太い方も同じです。硬くなるところまで締めます。次に送水、給水パイプ、シャワーパイプを組み立てます。まずはこの太い方の給水パイプ、給水パイプはこの伸縮する方のこっちにストレーナーをつけます。これただ差し込むだけです。その後キスゴムをつけます。輪っかがでかい方をつけます。どこでもいいんですけど、説明書だとこのストレーナーのここ、そしてこの辺につけてます。こんな感じ。送水パイプはどこにつけるか書いてないので、もうなくてもいいと思います。一応つける場合はもうこの辺でここにこうつけます。シャワーパイプは2本ついてるんですけど、エルボーがついていない方にモガタを接続します。そしてキスゴムも取り付けます。もうどこでもいいです。2箇所つけます。水槽は奥を送水、手前を給水をこんな感じで引っ掛けときます。まだ固定しなくていいです。次にホースを取り付けます。まずハサミで適切な長さに切ります。そしてバブルタップにホースをつけます。このように奥まで差し込んだら、上のネジを回して硬くなるところまでこうギュッて回します。送水側も同様につけます。そして送水パイプと給水パイプにもつけます。はい、組み立て完了しました。全体像としてはこんな感じです。シャワーパイプももうつけました。送水パイプのエルボにシャワーパイプをくっつけます。そしてこんな感じで
取り付けます。給水パイプも内側に基礎もつけます。これ公式のやり方です。私が懸念した通り、ここがごついからガラス蓋がちゃんと乗らないんですよ。ここにね、隙間が生じてしまうっていうのが痛い点です。キスゴムの距離を狭くするか、シャワーパイプじゃなくて突出口のタイプのやつにしてくれれば、これちゃんとガラス蓋が乗ったので、そこが惜しいね。だからやっぱりまあ給排水パイプはエーハイムの方がいいんじゃないかと思います。まあ今回検証はこの純正のやつ使うんですけど、普段使いは多分エーハイムの方がこうガラス蓋がしっかり閉まるのでいいと思います。伸縮パイプを一番上にすると、ストレーナーは底床から約5センチ以上上のところに来ます。アウト側を奥にした方がホースを最短で持ってこれるので、こういう感じに組めばいいと思います。本体底部からダブルタップの一番上はだいたい36センチです。なので36センチ以上の空間があれば下にポンプを置けます。吹雪テトラ。それでは稼働していきたいと思います。と行きたいところですが、動画が長くなったので今回も前編とさせていただきます。講演では水流と稼働を見て SV450X と比較しながら考察したいと思いますので、お楽しみに。今日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。以上、ことぶきパワーボックスコア100の開封及び組み台と設置でした。ありがとうございました。バイ。